山広のピカイチラジオ。さあ、えー、金曜日の深夜でございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。山広です。こんばんは。吉本新喜劇のすっちです。こんばんは。アナウンサーの古川恵子です。もう毎週毎週、はい、ずっと下野、下野家ってやってて。<laughs> はい、もうリスナーの方たちも、もうそろそろ、はい、うん、ちょっとやめてください。やめてくださいというよりは。うん、ね、ちょっと続きすぎ違いますかっていう。うんうん リアクションがあったりなんかして、そうなんですか。はい、でもその数倍、うん、私はこうしてますが届いているそうでございます。面白い反応ですよね。うん、両方あるわけです、ねうん、今までみんな人には言えなかったんでしょうね。そうか いいつごご紹介しましままょうか、はい、早速ではございますがはい、はい、島根県から頂い,いております匿名の方ですが、はい、アンダーヘアの話題が止まりませんが、うん、先週の放送を聞いて、うん、除毛には脱毛クリームがあることを知り早速アマゾンで注文しました、はい、ちなみにスキンケアメーカーのものです。うん もともとオールインワン化粧水で使っていたメーカーで、うん、脱毛クリームも商品にありましたので購入しました山廣さんがおっしゃったように皮膚に直接塗って VIO 対応のものなので、うん、10分間尊虚の姿勢で、うん、あとは洗い流すだけこんなにすっきりしたことはありませんし、えー、清潔感あふれますよ、えー、皆さん何を悩んでいらっしゃるんですか 毛が欲しくなればまた生えてきます人生一度きりツルツルをぜひご体験ください島根から島根からいただきました,、うん、いたこのじゃあ放送を聞いて、はい、じゃあやってみようかっていう気になったってことですか注してすぐ届いてでも尊拠の姿勢で十分間は結構頑張ったよね、うん、いい筋トレになりましたねだから雨布団の姿勢でいいっつったのに、ね <laughs> うん、僕も尊拠って言ってから、はい 雨太の方がでしょ。楽は楽やなと思ってましたよ。<laughs> 前に台置いといて、うん、こうね、よっかかりながらね、うん、ねキッチンのカウンターでいいじゃないですか。<laughs> はい、キッチンのカウンターね。<laughs> うん。まただ家族来たら終わりですけどね。いやですね。やっぱりそのなんで,でそんなところで <laughs> 何してんの？時間を稼ぐか,から軽くチャーハンでも作りながら。<laughs> <laughs> チャーハンつったらまだねまだキッチンに似てる意味合いはあれなすけどただ発表させていただきます「やりました私」「出た」「じゃじゃん」「つクリーム」はいえっと正確には V はやってません。とと もうまたぐらやまたぐらですねまたぐらから市議にかけてですから島根の特名さんとほぼ同時期にやらせてもらってます今週の話ですね今週先週の日曜日でしたね放送金曜日でしたが紹介した後輩が「やったよ」って久しぶりにメールくれて割と詳しく教えてくれたじゃないですか でまあもうもうこうなったらもうやろうかと思ってですね。で聞いたんですよね。なんかそのクリームはえいけど何使ってのそうなんですよ。どんどんいっぱいあるからお前分かるやろと分かりますよ。で送ってきてくれてぱっと見てもうこれもアマゾンででそれだから奥さんにイアンかが買うことをそうですね自分で買えないから自分で買えないからもうまアマゾンで買ったことないから 今珍しい人ですけどねアマゾンで何かを買うには奥さんに言わんとあかんでまあどう切り出そうかなってまずそこの関門がそうですねあのさあのさ最近「ピカイチ聞いてる?」ってそしたら「ああちょっと朝始まったから朝の番組は続けて」 しっかり聞いとかなあかんなっていうのはあんねんけど、うん、正直そんなちょっと最近はもう寝てしまってるかなあと、うん、まあ遅い時間にもなりましたんでタイムフリーで聞くタイプではないんです、うん、うちの家内は聞いてないよ聞いてない、うん、最近ちょっとねあのいわゆるマイブームというか番組ブーム的なもんがあってうんとか言ってちょっと下のけ抜こうかなと思って。<laughs> <laughs> どんなブームや。どんな話をってるの。いやいやまあまあまあこれは女の人だけじゃなくて、男の人もそういうケアをする人は最近若い人中心に増えてると。で、あの朝の番組でも一回電話というかリモートでしたけど、東京のお店の人とあの喋ったことがあって、それは聞いてたので、ブームやなっていうことはわかってる。もうもうインちゃうってホとさらっと。ほおジョモクリーム買いたいと。ジョモクリーム買いたいと。いいよ。 ちょっと「工程とか言ってその後輩から送られてきたこのクリームが「よろしくますって送ってきたやつをよう見たんですよそしたらいわゆるその VIO 対応とは書いてないえっあかんかなと思ってもで LINE で「VIO 対応かこれ」って。 えらい細かいこと気にしますなあって <laughs> もう向こうだから <laughs> 有段者やからあもう慣れてるから, <laughs> るから <laughs> 別に私はもうそれじゃなくてももう皮膚強いとせや、ね、あそうやねんもう慣れてんねん慣れてんのか、うん、だから多分何回か試したりしたけどはははは彼の言う「おお山田さんとこれええんちゃいます?」っていう、うん、僕も使ってるしというつもりで軽く送ったのが。うんうん 何も右も左も知らんくせに何が VIO 対応って書いてないんちゃうってどういうことやねんと、うん、まあ分かりました言ってでまた5分ぐらい経ってほなこれでどうでっかって送ってきて、うん、VIO 対応って,てこれこれってこれやったら安心してできるわ、うん、お決置き去りやすか書いか分、うん、かったっで日中夜ですねそう、はい言うと風呂入る時に宣言して。 塗って入るけど湯船の中に入る前にはきっちり洗ってもうそのクリーム塗るから嫌かもしれんけど石鹸できれいに洗うから何かんならそういうこと聞きたくなかったなでよ私が奥さんならでも嫌がらへんまあまあでもそれをいつやるのかなとは思うか今日やろロでやるぞと。 そ尊虚も雨ふともしんどいぞとでおトイレはいおトイレであそうかトイレはちょうどその姿勢でいいんですよだから風呂に入る直前にパンツ一枚でトイレにまず入ってパンツだけ下ろして ただまま見えませんから、うん、自分でねクリームを右手の人差し指とくるすり指ぐらいにジ,ジューって出して、うんうん、こう塗っていくんですけど、うん、まず「お」ですわ <laughs> はい、えー、後ろの周り「お、はい」o をこうまあ毛の感触もあったらこの辺塗ってこの辺やなと思って、うん、ちょっとこう「中入ったんじゃん?」っていうぐらい欲張って。うんうんはい 中心からその穴の中に入ってないやろうなと思いながらも毛をぐるりの毛を中心に結構たっぷりめに塗りましたよ。はい、でもうこうなったらついでやと思って「愛、うん」アイの部分<ー>その流れでビューって塗って、うん、まあこれでいいやろうと。うん、でとりあえず10分、うん 時計てて持っないだからパターと一緒で「届かなかったら入らへんねん」と「行き過ぎる分にはええねん」という教えのようにいつも読んでた十二分でいいから本でも読みながら風景の本置いてあるんでそれ読んで。 もう、もう十五分ぐらい多分、たぶんな気持ちでも読んよ心を落ち着けようと思ったやんかいやいやいや。いや、尻の毛、<laughs> 今から抜くんでしょ。<laughs> <laughs> ほん <laughs> でクリーム人差し指と中指かなんかに塗ってちょっとティッシュで拭いたトイレットペーパーで拭いたとはいえちょっとネタネタっとしながらこれはね割とさらっとしましたクリームはだからそれはトイレットペーパーでクーっときれいにを拭いて、はあうん、であのもう便器入れてますやんかで風景のんな,なんですか風景の <laughs> 風景<ん>、えっと、絶景の、ね、写,写真ですか えっと写真とちょっと文章ああ奈良県のいろんなその風景を撮ったはる人の,あの本なんですよ <laughs> そ,そんなタイミングで読まれる思ってへんやろな心を落ち着けるためにはそういいいう本の方がいいんですよあそうですかだからもうなんか忘れるぐらい、ね、ああもう塗ってるクリームを今塗ってるっていうことを忘れるぐらいあ綺麗な景色やなと思えるよ、うん、そういう本なのね まあまあでも10分ね、はい、何もせんとぼーっとは無理ですから<え>無理ですね,ねで、まあ、15分は間違いなく座ってうん、うん、さあ行こうかというところで行く前に、うんえー、トイレットペーパーをくるくるくるっとやって、うん、またぐらに当ててグッ、うん、と。 すごいやっぱり確認したいんだもんねよう取れるなようとれるびっくりするぐらい取れてなんやったら僕は下の毛も薄い方やと思ってたんです薄いんでしょうねほかの人よりはそれでも自分が思ってた量よりもあたくさんトイレットペーパーに付いてクリームと一緒に。 まじまじ見ながら全然痛いとかこれがねするとかそこですわ古川さん抜ける痛さはないわけですよね抜ける痛さは全くないです普通の毛抜きで抜こうと思ったらないことですけど一本一本ヘアって言わなからねそうそうそんな痛み全くないただただええ特に「王」よりも「愛」 だからこの袋、はい、袋の裏っ側のあたりって、はい、やっぱりちょっと弱いっていうか柔らかいのかな、うんまあ、一番何にもさらされてない感じしますもんね、うん、そうですねだからそこの部分が何だったら日曜日のもう寝る頃までは ああ月曜日朝起きた頃まではちょっとヒリヒリ感はありましたまあまあですねただただ、うん、もうヒリヒリして寝られへんって言うんじゃないですないちょっと,ちょっと違和感もうちょっと大げさに言ってると思っててくださいね痛、うん、がりなんで、うんうん、でなおかつその「王」に関しては欲張ってもう,もう,もう穴,穴の近くもうなえてそこにフライングぐらいに塗ってしまってるから、うん、その中心部ですね 中心部辺りがちょっとヒリヒリ感がありました、うん、同じぐらいまあ濡らんでええとこまで塗ってるでしょうねそうなんですよ鏡とかで見ながらやってれば、うん、あここはもうええわっていうところまで塗って塗っちゃってるんでしょうね、うん、塗っ,てってますねやっぱり粘膜というかそう、うん、柔らかいところやし柔らかいですからデリケートじゃないですか、うん、そこはただねあの抜き残しは嫌でしょう そこですよねせっかかくやっったらねそちが勝ってしまって初めてやしちょっと多めにって思ったのがまあ半日ぐらいのヒリヒリの罰を受けるヒリヒリがあんのかでもでもこれ大層に打てるよほんまに痛いほどではないないですねずっとヒリっと日焼けしてちょっとえだよな外で 南の島でちょっと昼間長いこといたなという、うん、やけどまでいかへんねんけど、うんえー、お風呂入った時にちょっとこうヒリヒリするやんかなかなかじゃないですかそれ <laughs> えそれのちょっと軽い場軽い場そんな気になれへんただなんかした拍子に「あヒリヒリ」ってなる程度ですその夜はそして月曜日のもう昼ぐらいには全く ももうも感覚なく<ー>だから僕でそのぐらいで住んでるんで、うん、皆さん全然大丈夫やから自信持ってやっていただけたらなと <laughs> いやどうしようかなって僕迷ったんですけど、はい、やっぱりちょっと移動が多い週やったしやっぱちょっと時間的に余裕なかった,ってやらん,かったんですけど、はいはい、いやこれでもタイミング先週やって やろうってなってたもやってたやろうなあの思いのほか次の日の仕事とかに支障を来たようなもんではないので例えば仕事終わって帰ってやってもお風呂前にやっても全然大丈夫だと思いますよどうしようかなわざわざせなあかんあれやれやれへんの足を外された もうちつっと感想言わせてくださいよ終わってなっても今日4日経ってるじゃないですかねま丸むちゃくちゃ気持ちいいですよこれはほんまにんで今までやれへんかったのなと思うぐらい例えばトイレ行って台をしてお水当ててきれいにしてから拭くじゃないですか拭く時もんかつるっと というか引っかかりなく全く引っかかりないです。いや難しいな。まだ難しいの？気持ちいいで。いやたまうしよう。迷ってんの？あのねお風呂入るでしょ。で洗うときにあのタオル持ってるかタオル石鹸つけてそれで洗う洗えばええのになんて愛おしいから。 自分のいい、で、さって、なぞ、なぞん。確認。これ気持ちいいですっち。気持ち悪い話してるで。愛おしいとか。聞きたないかもしれんけど。いや、もう、やってほしいもん。そうですね。ちょっと、まあ、まあ、まあ、ちょっとやってみようかな。これ、三人で番組やっててね。古川さんも、古川さんもって言ったら、これ、もう、絶対、セクハラ得るわけじゃないですか。

そうですね。あれ考えてないよ。今日ちょっと辛いもん食べて、あのちょっとお尻ヒリッとしてるんですね。わかるわ。辛いのって敵面やもんな。それバランス食べるもんとのバランス考えとかそうだからヒマチがヒリが一緒になったらえらいことになるとか。えモクリーム持ってんの？持ってないです。今度強線でいいやんか。まあね。うん。明日行くだからそのやるタイミング。 やるタイミングは考えて、でも今日はまあないしできない。なんやったらもう、あのクリームあれ送ろうか。僕は買って、あのやるアマゾンで。商品名。商品名だけ教えてください。あとではい、とりあえず転送しておきますわ検討してみて。そして早ければ、もう明日か明後日には届くんで。早いな。きますね。次の日にちゃんと来るね。きます。きます。ね。 ままあまあそんな感じでまた今週も下の毛の話かと思われるかもしれませんがやったので快快適適やこれ人間でよく出てくるねイのこの言ったらまあサイドほんまの V のところへこれをどのぐらい塗るかもしくは塗るにしても毛が長いからちょっとやっぱここはちょっと切ってからやなと思ったりすごく今。 考えてます。この報告だけしといて、でまた次のステップにいこうと思って。あ、そうか。v そうかそうかそうか。その別のとこの毛でも一応いけるんか。いける。皮膚には優しい目ですよというあれだから。そうですね。逆にね、他のとこ使っても優しい。なるほど。爪毛もそうです。全部いけるんで。ただ毛がちょっと長いでしょう。下の毛はね。ちょっと。 まず大からかなまず大からちょっとは参考にしていただけますまあまあまあ言うてももっぺん生えてくるのでねそうやねだからもう僕はなぜって観測確かめるのはもう今週いっぱいかなもうまたもうすぐそんな早いんですか いやごめん僕初めての激変分からんけどそれはからんけど元に戻るまでどれぐらい持つのかね分かんないでもとりあえず今はツルツルんで分かるか言ったら毎晩触ってるからお風呂入ったら気持ちいい気持ちいいねツルツルっまあちょっとやってみようかなはいよろしくお願いいたします 番組進めていいですかいいですよ、はいいです然分かりました、はい、よかった報告できて <laughs> はい各コーナー今日もございます「<laughs> 怒りの投稿街中モンスターハンター」では皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしておりますそして「山本社交クラブ」皆さんの恋の話教えてください「はい、ピカイチ価値観調査これどやねん」では皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください私たち3人はどう思うかお答えいたします メッセージをご紹介した方には、毛がふさふさのピカイチラジオオリジナル歯ブラシをプレゼントしています。はい、山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には、山広さんの直筆応援メッセージリクオカードをプレゼントしています。送ってこられると何かと困るという方は、事態希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。はい、メッセージの宛先は、メールの方は山、山アットマーク MBS1179.com yama.mbs1179.com ファックスは大阪066809-9090大阪066809-9090です番組の公式 X のアカウントはアットマーク山1179公式 Facebook も見てみてください皆さんのメッセージお待ちしております 山宏のピカイチラジオは山宏と吉本新喜劇のスッチーと MBS アナウンサー古川恵子で AM 一一七九 FM 九マル六の MBS ラジオからお送りしています。いかにの投稿を街中モンスターハンター、モンスターペアレントにモンスターペイシェント、さらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没しています。そこで 皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます堺市のキーちゃんさんさが見つけたモンスターです、はい、先日葬儀があり、うん、和食の料理屋さんでお膳を食べて出る時のこと、うん、何組か喪服の集団がいて少し嫌な予感もあったのですが、うん、やはり最後に出た私の靴がない。えー、ない 端と端に見つけたんですが両方右足でしたしかもヒールの高さが違う、えー、仕方なく気持ち悪かったですが履いて過ごしましたやはり離れたところに脱いでおくかクリップで挟んでおくかしないとダメでしたね左だけ打ってないかなほんまに誰やねっ。ってことってこと左左で入っるってことですよね。 酔っ払ってたんかああそうか嫌な予感したんや普通なんか自分の靴以外の靴ってもうね<ー>フィット具合ですぐわかりますけどねわからん人おんねんなお<ー>んねんな靴はわかると思うけどねしかもヒールでしょヒールヒール,ヒールなんか余計わかりそうなもんやけどね<ー>。肩ついてるもん、ね、自分の足のついてると思いますよ いくら全員同じ黒の靴でもね<ー>めっちゃ嫌やわこれ僕も嫌やわ、うん、いやそんなどっちかはちゃんと自分のやったんかなどうやろうかぐ、うん、ちゃぐちゃなってんちゃいますそそうかなないやそんな何組も入れて、うん 精進落としじゃないですかみんなねそういうところの専用のいうか料理屋さんはチャットせなあかんでそういうところねそんなことね想定してそう履物の管理そう脱ぎっぱなしでお貸しとくっていうこと自体がおかしいって番号ねそうクリップをお店側でね用意してくださるかちゃんとしてほしいね気の毒にねえ普通の愛は嫌やな ああ、帰りね、もう靴ってほんま嫌やな。はい。はい。ほんまにしない、ない。片っぽしかない。いややわ。もう履けませんからね。これね。もう即買いに行くよね。しょうがないよね。誰にも文句言えない。誰やろう間違えた人どうなってんねやろう。 気ぃ付いて店に言ったりするのかな、うん、でも嫌やねはかれるの嫌やね毎回誰かはかれるとね入って帰ってるわけやろ一回ね、うん、それ嫌やな、うん、靴は嫌、うん、教訓として諦めるしかねな宮古島区のブーヤンの母さんが見つけたモンスターですスーパーマーケットに行った時のことです チラシの商品の一点五十九円の長ナスを購入しようと売り場に行きました最近の気候変動の影響もあって少し可愛いサイズなのかなと思いながら見ているとバタバタバタっとおばさんが店員さんと来たんです店員さんはチラシの長ナスはこちらでございますおばさんはどこよこちらですこれはいおばさん最後に ほっそ、こんな珍米のイランはと言って店を出ていきました。すごく怖かったです。怖いな。<laughs> もう怖いもん知りませんね。うん、そのおばちゃんは。はい。<laughs> 長なすと思ってきたら。なんで。ちっちゃかった。<laughs> しゃあないね。<laughs> まあね。あのね、農作物っていうのは。はい。ええー、お天道さんと。 それからまあ雨がどんだけ降るかとによって毎年違いますね。さすが作ってる方のね意見。でも味は一緒なんですよ。でちっちゃかったから安かったんでしょ。安かったんでしょうし、ちっちゃかった味濃い場合もありますしね。ナスはナスですよね。黙って帰れよイラなんでわざわざその全部んやろ。こんなちんまいのイランは。 嫌気地専門のやつおるやろ <laughs> ほんまにそういうことばっかり言ってるやつ <laughs> ね大きい声でねだから今やっぱりあの問題になってますね国会でもあのカスハラが<ー>カスタマーハラスメントは、うん、なんかセクハラとか、うん、パワハラに比べてこうちゃんとその法的に、うん、これをもってカスハラって言えるようにはまだなってないからで、うん、も泣き寝入りすることが多いって言ってるんですけど、うん、こういうことやっぱあると、うん、早く法を なんか聞いたら店をそれによって休業というか閉店とか、えー、でしたけどその直前にあの嫌がらせの電話をいろいろかけてきよったんでカスハラ罪では適用できないんですけど、うん、当然、えっと、脅迫罪とかうそういう形で立件するしかないとう。う ちょっと警察に言うのも遅かったのでそのお店は閉店しましたけどだからこういうのを繰り返さないためにはということで法律が早くできたらいいなとまあまあこれぐらいやったらまあ単なる嫌けちやけどまあ被害というかねあれですけどもうだって根にもたれたらそのおばちゃんどころやないじゃないですかまだおばちゃん可愛いもんがもかんないですもん言うだけ言って帰ってきはったけどええ 尼崎のンさんが見つけたモンスター某コーヒーショップでフラッペを注文しその日は日曜日だったのでオーダー後の受け取りにしばらく並んでいたのですが、うん、あと数組で自分の番だというところに背後から「こんなに並んでると思わんかったからキャンセルして」というような雰囲気の声が聞こえて「うん、もう時間ないねん急いでるから」 と言っていていお店の対応を観察していたらドリンクを確認しすぐお作りしますのでと用意し始めスチームミルクを入れドリンク2つをそのおばさまに渡していました<ー>さらに数組待った後やっと受け取って店外に出ようとしたらそのおばさま方のんびりイートインしていました。うん、えとなってしまいありえなくないって。うん おばさまにも店員さんにもちょっとイラッとしてしまいました。私は器が小さいのでしょうか。それって結局順番抜かしをしたんでしょう、ね。う。順番抜かしを例えば言い言いといいんじゃなくて持ち帰らなあかんと時間ないな、ね、時間ない、ね、なって言ったことに,に店は応じたってこと。 そうだそういうことでしょう。背後から聞こえて並んでた後ろから声聞こえてます順番飛ばしやんかそれに店は作って渡したってことは応じたんやんかそういうことですねそこに座って飲んであったまずおばちゃんらは嘘ついてるやん時間ないということでそれはそれで腹立つんやけど店側もね店側どうなんですかねそんな対応でねいいんですかねそれやったらごネタもんどくじゃないんですかうん 一声こちらが先に出ますとかあったかいもんから先に行きますとか何か言うてくれたらねそうなんですよお急ぎなのでお先に作ってもいいでしょうかとかそういや昨日つけ麺食べに行った時に順番変わりますとか言って出してたつけ麺時間かかるんでつけ麺とラーメンとではちょっと順番が前後しますよっていうのがよう書いてますねはい。 後で座った人にお鉢持ってくるから、え三番さん、はい、順番変わりますとか言って。なるほど、まあ、つけ目で待ってる方は、おお、おお、まあ、それはござません。まあ、みんな慣れてたけどね、僕だけちょっと、はい、そういうシステム。何の説明もなかったら、揉めますもんね。確かにね。言ったもが近いってなりますね。ここ、今もこのコーヒーショップですか。ずるいは嘘ついて。嘘ついて。嘘でんね。嘘ついて。 あとそこにおるすごい神経ですね <laughs> うもうねでそういう人ってなこんなってやるやろ、うん、私ら賢いやろぐらいの感じ、うん、いやそうよ勲章みたいに持てるよいやでもほんま関わりたない大体面の皮がね1 5ンチぐらいあると思うよこういうのばは。<laughs> こんな人も関わらへんの一番に変にね何番守ってくださいとか言うたらもう喧嘩になりますね。あならんとこなっていう。本当ですね。まあそうやね。ああいう人の振り見てね。でもやっぱり店はちょっとねそんなことしてるといずれ揉めるよ。この対応はねどうかと思いますね。もう一つやね。ということでまあいろんなやっぱり一番最初なの靴間違っか。一番や靴。 いそやな。うん、えい、ー、ろんな場面で、まあ、クスの場合はモンスター、サイレントモンスターやな。黙って待ち構えながら、うん、結果モンスターなという、うんえー、情報ですね。どんどんお寄せいただきたいと思います。間違いなくモンスターハンターでした。一曲かけますが。えー 昨日朝の方の番組「えー、ピカットモーニング」に E.T. キングのクラッチさんと小芝健さんが遊びに来てくれましてもう25周年なんですよ、うん、彼らもね、うんえー。ということであの年明けに「バンバンザイ」っていう25周年を記念した1曲目をこの番組で書けましたけど第2弾としてこの歌もなかなか、えー、と乗れますよ、えー、聞いていただきたいと思います。ET キングどっちにすんの 山広のピカイチラジオ MBS ラジオからお送りしています山本社交クラブさあ行きましょうか、はい、先週ご紹介した柿の種さんという女性の方から続報が来ていまして、はい、先週ご紹介したのは47歳女性の方で 27年ぶりに再会した会社の同期だった人かなとまあまあお互い結婚してるんですけど久し再会して付き合い出していずれ一緒になろうねみたいな話になっているというところから私たちはどっちかが離婚したもののみたいになったら怖いなという話をどこまでね約束もするやろうけど。 ちょっと怖いやんっていうことは言いましたよ確、うん、その後ね、何もなくて、うん、えー、結局私だけ生活どうすんのみたいなのが怖い,い、ね。そう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 ,そう、うん、という話をしておりましたらまたいただいております。はい、私たちいわゆるダブル不倫ですよね。うん、それぞれに奥さん夫がいる関係ではありますが、お付き合いするようになってから二ヶ月弱です。 今はもう盛りり上ががるしかかないこの時期ですすっあまねお互い好き愛してると言い合っているだけでもなくはい、はい、時にはシビアな話もしたりします、ね。はい、これまでの奥さんとの関係どんな風に過ごしてきたのか修復できるとするならその方向もあるのか本当は耳にしたくないこともあったけれど私が気になることには全て答えてくれています。うんうん、何でも言うから聞きたいことは全部 全部聞いいてこい勝手に1人で想像して勝手に思い込んで落ち込んだりするな不安に思ったらすぐに言え何回でもちゃんと伝えるからとかっここいいことを言ってくれます、うん、い男気あるやん私も私でこちらの夫婦関係であったり私の夫に対する気持ちであったり彼の疑問にも包み隠さず話しています。はい いずれ一緒になりたいという気持ちにブレはなく、はい、それに向かって少しずつ進んでいこうとしています、うん、私は結構突き進んでしまうところがあって今すぐにでも離婚したいとやっきになりかけると、うん、彼が冷静に子供らの気持ちも考えなあかんし焦って突っ走るな とりあえず俺から動くから待てと制されています<ー>またご心配くださった離婚したもののどちらかがやっぱり無理だってなって放り出されないかということに関してはそこは2人とも相手には強要しないということで一致しています2人再会したことによって気持ちが高まったのは事実ですがずっと離婚したい気持ちもあっ それも言ってたね、はい、もし私が離婚できて彼ができなかったとしても責めるつもりもないですし、うん、責任を感じる必要もないです。うん、そこにあるのは勇気をくれてありがとうといううい感謝だけです、うん、私には今年就職した18歳の娘社会人の22歳の息子、うん、父兄がいます。父と兄と娘には離婚したい意思があることを伝えています。うん この3人は反対もなく受け入れてくれました、うん、娘と兄に関しては彼の存在も言っていて娘は彼と会ったこともあります<ー>パパより好きになれそうなんて言っていますえらい具体的なのだ2ヶ月でね<あ>息子は就職で18から家を出て最近戻ってきたので夫婦のゴタゴタを知らず多分びっくりするだろうなと思います<ー>彼の方は 奥さんとの関係を把握しているお母さんに打ち明けたとのことで<う>そんななにに思ってくれるる人がいるなら大事にしなさいと言ってくれたそそうですあそしてまだまだ先だと思っていたのにひょんな流れからご挨拶させていただくことがあって<え>お母さんにこれまで2回お会いして次はご飯に誘っていただいているという状況なんかなんか進んでますね。ね 私たちが会う頻度ですが<う>彼がトラックドライバーなので<う>昼の休憩場所まで私がお弁当を持っていき一緒に食べているのでほほぼほぼ毎日会っています<ー>そして仕事帰り犬の散歩をしている私と公園で合流して半時間ほど喋ったり、うん、彼が仕事休みの日にはデートしたりという感じです、うん、彼は一緒にいる時は必ず手をつないでくれます。 手をつなぐというただそれだけのことがとても安心させてくれて、ぬくもりをくれ満たされることをこの年齢で改めて感じました。うん、一つ気がかりなのは、この関係が私自身許せないことです。うん、ずるさ、追い目、裏切りに対する嫌悪感で押しつぶされそうなんです。うん、だから早く離婚の意思を夫に伝えたい気持ちがあります。うん、夫。 夫もできるだけ早い方が誰かいい人が現れるかもしれませんし、うん、といっても切り出すことは本当は怖いんですけど、うん、ちなみに私は夫に2回浮気されています。という現状をお分かりいたただけましたねあ<の>先週柿の種さんのお話を聞いて、うんはい、私たち3人では好きなことをしゃべらせてもらいましたけどあれは。 いわゆる一般論としてそんなこともあるリスクとすればそのリスクもあるよっていうことで言わせてもらいましたけどもまあいざとなると踏みとどまる人は多いからねそれでちょっと後で嫌な思いって傷ついたらかわいそうやなと思ったので言わせてもらいましたけどそれは今の話全部聞かせてもらったら柿の種さんからしたらこれもうちょっとやっぱり具体的に伝えておいた方がと思われたんでしょうねこれは。 まあもう「えーっていくつもの驚きあったしいやあのそあれですよあの当然そのシビアな話も2人の中でやってんねやろなっていうのは分かったから決して笑いのにしたわけでもないしそう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 であのね2か月やからああまたね始まったばっかり盛り上がってる時かなとあったんですけどんいやこんなに 言ったらダブル不倫で道ならぬ恋やのにそれぞれのおとんとかおかんがもう出てくんねやでならちょっと背中を押してる感じはねよっぽど周りから見てたら今の関係はちょっと破綻してるんでしょうね確かにどっちもねだから「えっ!」とか「いやもうちょっと頑張ってみや」ではなく「なく」ですよねこれ。 もう、ね、お母さんと次食事行くって言って娘さんがお父さんにも好きになれそう、うん、これたまらんな<あ><れ>娘娘おるいや,いやこれは <laughs> いやいやまあまあ どっちが良くてどっちが悪くてとか分かんないですよ、はい、ただただその僕が当事者としてここの旦那さんやったとしてた,たまらんなと思うでも十え娘さんが18歳18歳,18歳のお嬢ちゃんが割とこう自分の素直な気持ちを言うっていうことは、うん、それはやっぱりお父さんに対する、うん。 平成からの思いがあったってことですまあそうでしょうね。うん、まあ原因作ってんのはお父さんなんでしょうしお父さんのちょっと気持ちというかお父さんのなんか人物像がもうちょっと見えてきたらいろいろわかるんけどでも柿の種さんは間違いなく、うん、あの単に。 えー、27年ぶりにお会いした男の人とそれきっかけがあったから別れたいんじゃないってことははっきりしましたよね。その前からありましたもんね。それはすごくよく分かったので。で私だけになっても別にそれはっていうことですもんね。うんうん、それは相手にまでは無理は言わない。いとうんうんうん <laughs> これはまあこのまま進めていきはるんじゃいますかあの男気出して何でも言うてこいとでそれと突き進もうとする柿の種さんにまあちょっと落ち着けとか焦るな焦るな言ってくれてるんであの決して焦ることなくその相手の方のペースと歩調を合わせて進めていかはったらどうですかそうですよねそう お子さんどう思うかまあ言うたら息子さんだけちょっと全然知らないわでももう成人してるから22歳やからいいか問題は問題というかあの気がかりなのはやっぱお嬢ちゃんのほうやろうと思うんですけど。 そうそうそううんだまあそっちの方はまあまあまあすごいよねだって自分のお父さんとかお兄さんとかにも旦那だけや旦那だけもまあですねそれ以外のとこ撒くんちゃうん旦那うわ今や息子はちょっと離れて住んでるやろから今すぐ言えない状況なんでしょもう就職して旦那だけやねえ 一緒に暮らしてはるんでしょう。旦那でしょう。ねね、う一緒でしょう。だから一応表向きは家族なんですよ。夫婦なんですよ、はあ。それでも言いにくいもんなんかね。ね周り固めてんのにも。<laughs> う <laughs> そんななかなかそこはね最後の一押しはなかなかじゃなどんな感じなんやろその会話とかあるんかな普段夫婦の間で一緒にイオンとか行ったりするのかなイオンねイオンは行くと思うで行くんかないやそんな細かいこと知らんけどや家では会話ないと思うわそんなにないでしょない二人がイオン行こうかってならんでしょこれは行かなかん時ありやイオン知らんでいや僕イオンとかで見るご夫婦まあ そんなキャッキャしてなくても、あ,あでも仲いいんやろうなってって、<ー>イオン行こうか言うて、で、ふらふらっと見て、何食べる、フードコートにしようかとか、やっぱイオン着てる夫婦は仲えい,いっていうのがどっかあるんですよ <laughs>、まあ、イオンに限らず、うん、その近くのそういう、なんやろう、えー、ショッピングモー,ルモール的なところに行くときは、買い物もあったり、食べたりもするから、ある程度仲いいんじゃないですか。 なんで、なんで、いや、なんか、どうなんやろな。え、この。でも、めっちゃ喧嘩してる夫婦も見ますよ。バリバリね。はい。バリバリ。でも、バリバリのとこは、まあ、全部出してるから。それが店舗なん。ゃまあ、まあ、そういう関係は。まあ、言うたんやろ、ねえやんってなってるとこも、たまに見ますけど。おもり言うたんやんけ。悩むまあ、まあ、な、でも。 でもちょっと全容というかょっと詳しいとこが見えましたあでももう戻りはしないでしょうねその経験的に今の聞いてるとだから奥さんがここまで思ってるってことは多分旦那さんの方もそんなにえ俺俺無理無理とかはないと思うんでそうですねまあ過去もねご主人の方にもあるしだからどうせやったらっていうことですもんね早い方がいいっていうのも奥さん言ってはったし。ただ回 ちなみに夫は2回あの浮気をしてます、うん、でもその時はだからもう別れるとかにはならなかったんでしょうね、多分お子さんの年齢であったりとか、お子さんの何かのタイミング、例えば就職する前とか、何、うん、かの受験のととか。そうすると旦那からすると、こいつは離婚することはないなと思ってるから、多少の驚きはあるかもしれないです。つついいいにっていうついに そこまでお前は思ってたのかっていう驚きはあるかもしれんけど、うんうん、あ,あるんですよそこまで溜まってるんですよ柿の種さんはできっかけが欲しかったそしたら27年ぶりに出会った、うん、その人と波長がバチッと会った、うん、そもそうなりますわな向こうの奥さんど、うんな感じなんやろそうですねなんかすげえ男ギャルねで,でもお母さんが旦那さんその男の人のお母さんが、うん よくね思ってるってことあんまりうまくいってないんじゃないよな嫁とはね嫁とシュートメやし、うん、夫婦も、うん、あんたも今の奥さんよりも、うん、あの人の方がええんちゃうって思ってるんちゃういいんなんかすごくそのセリフ聞いててもかっこよかったんですよ、うん、そうや 男気あるな、思った。こっちにはめっちゃかっこいいじゃないですか。でも、向こう側からしたら、何言ってんねん、こいつ、になるわけじゃないですか。いや、めっちゃかっこよかったんですよ。うん、勝手にな想像してな。そんなもん、落ち込んだりするなと。何でも聞いてこい。かっこいい。全部答えたる。力見てごらんなさいよ。どれぐらい何言うてんねんな。何言うてんね、お前、こいつ、こんな、クズだけやで。とか。 いやそれは大にさありますよ、うん、今の立場からするとうん、うん、こっちでかっこいいこと言うてる人、うん、でもこっちとはちょっと破綻してるわけでしょって、うん、どっちなんやろってちょっと思ってもたり、ね、思いますけど、うん、夫婦でそうなったら、うんうん、もうちょっと修復できない部分もあるまあね。ねだからこの男の人も。 竹野、えー、谷さんと出会えて、うんえー、背中押してもらってるっていうところもあるんじゃない、うん、お弁当だって作ってきてもらって、ね毎日ね、トラックやろうやそんなに男気ある人が<れ>、うん、そのもともとの奥さんとはあかんようになるって何があったんやろ <laughs> 任しと,とけと「<laughs> <え>うん、よしもこれぐらいでわし怒らへん」とか。うん

あります。こんだけかっこいい。なんか男気ある人がなんで一方、うんうん、こっちではあかんよ。なんのやろって。竹野谷さん、えー、何べも言いますけど。<laughs> えー、スッチーが疑問に思うのも、はい、まあ仕方のないところだと思いますので、うんうん、あの時間があったらでいいですよわかる範囲でね、うん、なんで言わなあかんねんやったらもう全然いいです,ですその代わりなんで言わなあかんねんっていうお便りをください <laughs> 諦ああ何ていうことしないです何 <laughs> かこういう一部し全部ねおりハオリ聞くと何、うん、から。 一つの物語の中に入っていく感じがして、わこれは特にそうですよね。で、あとパーツで言うたら、この部分だけちょっと押さえておきたいっていうので、この奥さんのことがわからない。そうなん、そうなん。ほとんど触れてないんで。もう一曲はマミさん、五十二歳主婦の方です。今。 彼がいます。元同僚で四つ上のバツイチです。彼はセフレと思っているかもしれません。会うと必ずすることはします。十代のような激しいものです。彼は初めて体が合う相手やと。二時間で三回ぐらい。すごいんです。五十六やろ。相手がね。相手が五十二。私は五十二。五十六やね。あ、そう、そうですね。 ハマるという感じなんです私は主婦です子供もいますこのまま彼と関係を続けたい気持ちとやはり普通に主婦として家族と過ごしたい気持ちが交互にやってきますうもう沼なのかもしれません自分でも分かりません、うん、ご意見を聞かせくださいど,どうしたいのど,っちどうしたらいいかわからないあ、関係すらも続けたらいいのかだからそういう 行ったり来たりせんねんな気持ちの中でそうですね。別れるとかそういうことじゃないねこっちは。彼と続けるかやめるか。かこの方本間やっぱ上手にやろうっていうことはできないんでしょうね。や処分、ね、それはもういやいやもうどっちかもうこんなんもう申し訳ないわっていう。うね、う分かる。でも電話かかってきたら、うん、メールあったら行くわけよ。うんただったらやっぱす,、ね、すごい。二時間で。二時間三回二エッチ三回や。こんな五十六でしょ。五十六歳。ね、ほぼ同年代じゃん。

昔な昔な田舎の方やなもう早寝るともう電気も早う消せともったいないと消すでテレビももう8時なんで消すっていう5人か6人ぐらい来ることもできんねいや分かるんですよそれはね見張ることあらへんかなってようよう聞きましたよ昔ねいやいやいや 今はね、はい、こ今令和ですせ <laughs> 令和六年それはすっち、うんはい、マミさんのために名誉のために言います、うん、マミさんともうこんなに 肌が合うことがなかったんですよ。魅力的。えと、元同僚さんが。十代のような激しい。だから、よそでは二日三回も。できる十代でも二時間で三回で、いやいや、すごいな。って個人差あります、そこは。十代も、娯楽ないんか、おじさんって。娯楽あっても、何でもするもんはすんね。んいやいや、ね、間、ここ、ここ二十年分ぐらい、なんか溜まってたんかもしれ。元同僚。いや、だから、もう短期間でええんちゃいます、まみさん。 あの2時間で3回やる人、うん、多分その今だけがっと短期集中やと僕思うんですよ。これが長くは続かない2時間3回もずっとは無理と思います。うんうん、無理やし、うん、例えばこの人とのなんかもっと他のあるんかもしれないですけど文章には書いいてないのでどっちに、うん あのもっと同僚の方が男性とこのマミさんとの関係でね、うん、もっとなんか、えー、心温まる何かとかキュンとする何かとか、うんえー、こういう時にあの人の優しさを感じたとかなんかあるんやったらその関係も分かるんですよまあね、うん、もう2時間で3回っつったら多分会話もないと思うんですよ <laughs> <laughs> うああ <laughs> いや言うて <laughs> ほな ないのやるかもしれへん。ほな,ほなーってないねん。ほなーってないねん。ねほなに。ほなー。ほなってほなまた今度で。うーわー。ほな。言って。だからほなーってないねん。ね <laughs> だから、もう。それ、もう今この。ちょっと。この激しいのを。短期間だけ。はいはいうん もうあと何ヶ月だけで決めて、でもう自分の中でスカッとやめろってこと？思い出ね。なるほど。自分の中で決めてでいいんじゃいですそれは結構ありですね。っていうのはちょっとやっぱり罪悪感というか、ちょっとそういう思いが強くなってきてるんで、どっかで男性の人となりというかそのすごい優しいというのが全く見えてきてへんし、書き忘れてるだけ。いやまあでも二時間三回は五十六で二時間三回はちょっと多すぎますね。で五十二歳の女性の体のことを 考えてへんわそれは言えるその思いやりはねその思いやりが言えるなでしょそんな野獣みたいなことしたらぶつけ捨てきとるからめっちゃ合うわって言ってんねんからまあとりあえずでも別れ際にもあんた娯楽ないんか言うて分かったよろしゅうは娯楽ないって久々に聞いたわ娯楽ないんか あの家族との時間を大事にした方が、うん、スパッとね。あ、マミさんはそういうタイプやね。うん、文面からして。そうしありそうな気がしますね。そしたらいい思い出に終わるかもしれない。終わるともね。あ、治った激しかったで。二時間三回でといて。すごかったわ。いろんな質問。あ、どうする？ピカチカ時間調査やるんやったらもうここで締めますよ。はい。じゃあありがとうございました皆さん山本社交クラブでした。 山マのピカイチラジオ MBS ラジオからお送りしていますピカイチ価値観調査これどやねーーーいや選手もやってないからねそうやりましょう阪南市のわかめおばさんさんのどやねんです羽付き餃子昔はなかったけど好きですか、うん、流行り始めてからパリッと羽を食べるのが好きになりました羽付き餃子好きですか A 羽付き派 B ノーマル派、はい ハで言うの好き嫌いじゃなくてハネツキハーかノーマルハーかせーの B ハネツキパリパリ好きですハネは好きですけどあのどっちって言われたら B ですね好きな餃子屋さんがもうないんでハネがないんでハネなんか誰が好き言うてんねんハネツで美味しいやつはうまいですよ別にハネなんかなくても全然ハネツキ餃子食べたことある食べたことありますほんまにある あります。あの東京の神田にニーハオっていう店。これがそこは行ったことない。これが羽ねつぎは発祥の店や。跳ねは知ってます。なんでいですの。それは羽ねがない店の餃子が好きやから。なんやの。なくても全然食べれる。すると半端に終わっちゃったこれ。はい、今日もどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。石が終わりまして、最後のあの価値観調査ちょっと一分しかなかったので。 1分の間に羽根付き餃子か羽根普通の餃子かっていうここはもうちょっと議論したかったところではありましたですね意見が分かれまして私たち2人は普通の餃子古川さんはやっぱ香ばしい羽根が好きですなるほどさっき増えてますかはい家で作る時も羽根用の何か入ってたりしてはい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 売ってますよね小麦粉のドロッとしたちょっとドロッとしたやつねあえて羽根用のやつを売ってるだけねあえて羽根用のやつ好きなんです 自分の中で好きな餃子ベスト3を考えると全部羽がないんですこれ、うん、だから、えー、今回は二択でしたから、うん、羽のない方を選びました土はもう羽のないのがいい僕ミンミン好きなんでミンミン好きなんですよあんまりパリッとしてない方がいいんですよそう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 、はい、あの感じが大好きなんでだからあのこんなん餃子ちゃうとまでいかないですけど <laughs> いや 別に羽は別になくても大丈夫ですよっていうあったらあったでもいいかもしれんけどってうでどっち派ってもあ派閥で分ける言うからそうどっち派って言われるともうじゃあもうはっきり言うとかんとと思ってはっきり言っとかんと分かりましたでしたまあでもやっといてよかったですそうですね先週できなかったんでねっっていうのもやぱり、 社交クラブがそうなんです柿の種さんで盛り上がっているので、うん、柿の種さんとはそこまでいってるとは思わなかったですよんまただ,だって2か月でしょそうですねいやかすごいね,ね<ー>人んちのなんかちょっと揉め事とか <laughs> <う>そのまあまあ人んとこやからと思ってても、うん、ちょっと聞き出してだんだんこう全貌見えてきた時、うん、もう気ぃ付いたらもうその物語の中に入っちゃうというあ,あるな ああ、その親戚のおっさんくせんやなとかうんうん、うん <laughs> うん、そうそうそう昔あのうちの母が、うん、同い年の,あのいとこが、えー、ちょっと近くに住んでて、うん、でよくうちに遊びに来てたんですよ、うん、で僕が学校から帰ったら「そのおばあちゃん来てるな」っていう、うん、その応接まで2人で喋ってるから、うん、でうちの親父が向こうの,この台所の隅の方に立ってて「ひろゆき今日は長いぞ」 「と <laughs> ええってまだ盛り上がってるのって盛り上がってる」はあ、ええ言ってぐるーっと回って、えー、その話聞いてたらまあそういう今みたいなねお<ー>話で「<ー>日本聞いた!」ってって「あんた!」とかいいとこ同士でして喋って <laughs> めっちゃ似たもん同士で盛り上がってんねん <laughs> 3時間でも4時間でも喋ってる、ね、もう入り込んでんねその「お金の関係ないやん」と思うねんけど <laughs> そのそなんていうの 当事からそうそうのそはうそうな,なってくるですよなってんねんか求、うん、められ<ー>められ <laughs> だから今我々がそこに入っちゃったから、ね、入っちゃったな確かに入っちゃったからうんでも知りたいや知りたいこれは知りたいよねいや なんでスチーよう言うたは確かにそこだけが今回分からへんかったか、ね、っこうやって僕言うたと思うんですよ読ん,、うん、んでる時にああなるほどな、ね、か、まあ、確かにな、うん、でもまあいても聞きにくいところやろうけど、うん、変に自分で想像してそんなんなるなとなっても聞いて言うて言うたるからありがたいよね心強いこんだけ、うん、こんだけんか、うん、まあそのせリふ聞くっ 分には用できた男って感じじゃないですか頼れるよまずその男がダメになってるわけでしょダメになりかけてるわけねよっぽど悪い女に引っかかった以外考えられへんからまあ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 そうですねそれやったらもうすっきりするそうだってほしいよそうだってほしいたまにだから男気のある面と 全然ちゃう呼吸が強すぎて向こう奥さんがもう疲れている場合もあるしねもあるし亭主関白すぎるなるほどねそれがもうしんどいそうか合わん人には合わんよねだからお母さんはあの人えんちゃうとあの人の方が合うんちゃう柿の種さんの方がええんちゃうってことになってるのかもしれないかもしれない いやほんまもし聞けるんであれば <laughs> 何がいやもう言ったよ放送で絶対送ってきてくれるっていやほんまにそのうん、うん、こっち側の意見ではない、うん、無理ですよ、うん、そのかっこいい男気になる奥さん側からちゃんと話聞いてみたい <laughs> それは無理です無理ですけど無理ですけどどんらいなら思い出見つめてるのか本来ならねそうですね何があったのかとそこまで入り込みますこの人らの関係多分ですけどそのお母さんでその言うた本人男の人はいね男ギャル男の人でその相手のこの柿の種さんは会うてるわけでしょ会うてます次食事行きます ね奥さんからしたら「あのおばはんまたやってるわそんなこと」「その可能性もありますねそこぐるみで仲悪い」結局ね「あのおばはんが一番悪いんですわ」ってなるかもしれんうんそんな井戸端会議自分盛り上がりそうやなあのおばはんの息子でしょねっ偉そうに男気言うとるけどあんな井戸それだけやんゃもうそんなもんってしょうもない向かいの

うん、だからよっぽど体調整えていかんと女性も2時間で3回もやられたらそんなもんくたくたやしかも10代のようなっていう激しいっていうのって栄養<ー>に聞こえるけど本当<ー>自分本位の<ー>ただただ欲望をぶつけてるだけやからはい、はい、相手をどうこう相手を気持ちよくさせようとか。 そのすごくゆったりとしたではないと思うんですよ、うん、ないからそれが何からね文章に表れてたんですよ、うん、もうだ気持ち的にどうしようかなーっていう入れてるので、うん、よ,よかったんじゃ息子が送ってきてくれて、ねうんまあ、僕たちがやっぱり僕もそのなんか相手の優しさとかそんなのが見えてけえへんというか,そうそうか最初の方にちらっと相手はセフレと思ってるかもしれないったあ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 やったらったあと何あ かはもうご自身であともうちょっとだけっていうぐらいにしといてこれだから踏ん切りはそあともうちょっとっていうのはどっかで決めた方がいいねでないとやっぱりね多少ずるずるいってしまうこともあるんでじゃあ次が最後って決めるそうですね何となく聞いてる分にはもう抜けられへんこの人はではなさそう真ミさん次が最後です最後 で最後決め台詞ふバチンって言ってうん今日までありがとうってちゃんと俺言うときやそれ大事な言うたと何投げつけながらがいいかな娯楽ないんきゃそれは言わんねえよそれ言わんねえいらんところで波数立てないということでございまして懐かしいなあんまにあそこえまたできた これは、娯楽ないんか <laughs> <laughs> よー聞いたわ、何よそういうのえー、えやんって。仲ええんやからって言うてなのよな、えー。T シャツ作って送ったり、<laughs> 娯楽ないんか。<laughs> 娯楽ないんかい。うん、<laughs> やりますか。<laughs> はい。<laughs> どうもありがとうございました。